お元気ですか、牧師見です。今回は家系総本山吉村屋の、カップラーメンを食べていきたいと思います。では早速ね、お湯を入れて5分待ちたいと思います。はい、5分経ちました。早速食べていきたいと思います。まずはね、この、この蓋をね、取っていきたいと思います。ちょっとごめんなさいね、これね、これよくね、あんまりかかるって結構ね、これ熱いのでね。でまずはですね、この液体スープですね。液体スープを切って入れます。今回はね、これ濃厚、豚骨醤油ラーメンでございますのでね、結構ね、好きな方もねいらっしゃるんじゃないかと思っております。で次はこの、粉末スープですね、入れたいと思います。でこれは、で溶きまして、最後に、この焼き海苔でございます。この焼き海苔を切りまして、あ、焼き海苔これ3枚近いのが3枚乗ってるんですね。こういう感じでしょうかね。はい、で早速ね食べていきたいと思います。まだねスープからいただきたいと思います。あ、この味、この味、うん、これは結構私ラーメンね、実はちょっとねあっさりしたのも好きなんですけどね、これ寒い時にはね結構こってりしてるのもね、いいなと思ってね最近思ってるんですよね。でこっちのね麺もねいただきたいと思います。麺とね、あ、スープが絡み合ってね、とてもね、うまいです。もうカップラーメンとは思えない。うん。だからね、そんなね、ラーメンでございます。実はですね、この吉村屋のね、ラーメンは実は食べたことがないんですよ、実は。ね、一回食べてみたいなって気持ちもあるんですけど、なかなか縁があってね、行くことができないんですけどね。もしね機会があればね一度ね訪れて食べていきたいと思います。よかったらですねこちらのね、家系総本山吉村屋の豚骨醤油ラーメンをね食べてみてはいかがでしょうか。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。ちょっとごめんなさい、海苔がねちょっとね落ちましたけどね。で、改めてご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。